オキシ、クリアクリア。これで全部片付くはず。オッケー。これで真ん中の鍵は取れるはず。おお、綺麗になったね。綺麗になったけど行きにくくなっちゃったな。おっと、とりあえず鍵を取っとこう。大城さんどこ行った？はい、大丈夫。オッケー。こんちゃいらしたよ。すべて整理したよ。これでホテル代ただだな。それよ、ハゲだから。もうだいぶしくじってるけどな。何このエレベーター。エレベーター壊れとるやんけ。なんだよ、なんてホテルだ。わあ、はっ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 。え、何してんの、何してんのこの人。不気味マンって。そうだね、マジで。メルトダウン。ジェイルバード。うおー、お、取れなかったのか。しかもあーあー、マジだ。うー、ここむずいな。あぶね、あぶね、あー、ここは一気に駆け抜けないとダメかな。よし、あ、上にあったけどあれは取れないな、ちょっと。あー、でもあのストロベリーどうやって取るんだろう。一度来た道は行けねえでしょ。あ、ちょっとだけ、ちょっとだけ残しとく感じなのか。あ、そうだね、なるほど。ちょっとだけ足場を残しといて。あ、それはそれで難しいな。ダメだな、ダッシュを使わないとやっぱりここはいけない。こうでどう。あー、ちょっと今いい感じだったのに。こうして、こうして、こうして。あ、違うんです。でもそれできたとしてもこれあれだな、これ戻ってこれないような気がするけどな。こうでしょ。あ、ダメだ。あれどうするんだろう。なんかこうピョンピョンピョンって感じで。あ、ちょっと待って、違う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 。違うんです。あ、違う。
あーうえー、なんで、あーうわ、触った、あーあー奥に傷、あーし、あるか、めっちゃきつかった。今の超大変だった。あ、達成感がやべえけどまだ続くんですね。まあこれどっちにしたらダッシュ使わないとダメかな。ここでダッシュ50、あ、ダメじゃん、そこで使っちゃダメじゃん。こうでほい、あーちゃー、壁に、よし、はあ、あー、ついた。これ、もうこれで止まるチャンスはないだろう。せやな。いや、まだ彼女はいる。チャンスはまだある。何？え？なんか出た。え？え？これあいつから生み出されてるの？どういうこと？あ、今の何？あー、これ厳しいな。もうだいぶ集中力切れてきたんですけど、ここまで。さっきのでだいぶ疲れた。もうちょっとクリアさせてくれ、もう。ああもうダメだ。あ、うっそ、あ、そうか、あそこ触っちゃったからか。使っちゃダメじゃん、そこで使っちゃダメじゃん。うーわ、ここまた厳しいね。あ、間違えた。
な。よし、また鍵がいるのか。これ上から行けるんちゃうの？これ行けないの？ここ何？なんか迷路みたいになってる。すげえ、なんだこれ。あっちでやんのか。これ左上にもあるね。これどうしようかな。もうストロベリー集めるの疲れちゃった。いやもうちょっとここ諦めていいですか。ちょっとここはちょっともうちょっとだいぶきついちょっといろ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 ちょっときついわ本当に。こっち行けんの？でもこっち下行かないとダメだよね。大城の日記、最後に書かれた日は何十年も前。シャーロットも。ああなるほど、ここのホテルが廃業するってなった時にみんなで山頂に行こうかみたいな話になって、で大城だけここになんか名残惜しいから泊まろうかなみたいな、そんな感じにしようとしたのかな。なるほど。あうおなるほど、細いね。よし、いって。B 面がある、あれは絶対取りたい。よし、割とここはあっさり行くんだよな。オッケー。で鍵も手に入ったからこれで戻る。あ、戻るの上からでいいの。でこれであそこの鍵が開くはず。よし、あーやっとか。あいつどこ行った。おーとあ、ダメか、下からかな。よし、これどうすればいいの。上か、上に飛べんやん。こうか。ここ行ける。うわ、もうすーげー繊細。マジか。よっしゃ。おまた鏡があるよ。不気味だな。はあ、どうでしょう、どう思われましたか。これはまた素敵です。
マデレンちゃんは優しいね。そら離れるでしょうよ。半額？あ、それでもお金は取るんだね。先急いでる。あ、また出てきた。負け犬。はっきり言うね。せやな。はあ。おお。大丈夫かこの人。まあでももう死んでるんだよね。そうだね。あ、ループか。まあでも大城さんには悪いけど帰りますよ私。さよなら。お、君は誰よそもそも。君なんかこうやってちょこちょこ出てくるのかね。まあ言うなら何だろう、やっぱりまあ闇の部分なんだよね、マデレンちゃんの。え？お。え？え？うわ！おお！え？え？え？ちょっと待って、何急に？急にそんな切れなくてもいいじゃないですか。危ねえ、痛え。ちょっと待って、何怖っ。そんな切れなくてもいいじゃないですか。痛え。ジャストフィット。ちょ危ねえ。なんすか。それでなんか親切心でね、なんかマデレンちゃんは手伝ってあげただけなのにさ、そんな逆恨みというかさ、そんなこと言って、そんなことされて怒るのはマデレンちゃんの方ですよ本当は。あべ、よしジャンプ。あ、鍵取らないとダメか。これ逃げるしかないのかな。まあ、戦闘みたいなものはないと思うんだけど。いや、あれ届かなくね。あれ届かなくない。あの雷みたいなのが来たら突っ込んでくるっていうことだね。あれこれ取れなくない。いや無視しよう。あー、しまった、間違えた。あんみー、
てか、むしろなんかね、相手してやっただけでもありがたいと思ってくれなきゃ困るよ。こちゃんと。よし。逃げろ逃げろ。うわ、狭いな、ここ。ここは狭いな。ああ、タイミングが合わねえ。うわ、タイミング合わねえな。ちょっと一番テンポ遅らせて。ああ、間違えた間違えた間違えたんご。よし。よし。おお。おお、危ない。ああ。おお、あ、踏んだ踏んだ。踏めるの？踏めるの？そんなマリオじゃな、マリオ的なあれ？あ、た、あ、あ、じゃあ倒せるの？もしかして？いや、それは無理でしょ。いやー。よし。OK。 うわー、ちょっと今のは斜めに飛ばないとダメか。うおー、ちょっとこれかわすのむずくない？おいっしゃー、よしよしよし。おっと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 、うっうえおう。ああ、でも今取ったことになったかな。よし、じゃあ行こう。ああ、ジャンプ台あるな。雪に隠れて見えないのとかあるな。じゃあここはワンテンポ遅らせて、じゃあここでかわそう。ここで、はい、これいけるかな。よし。あー、いかん。今の、うわ、もうここからか。あー、間違えた。よし。よし。あ、マジで。はい。こうで。うわ、危ねえな。テンポ変わったな。急に。上。はい。まだ？おお。お手伝いしたかっただけなの。おおおお。生きてる。あ、下あったのね。大城さん落ち着いて。はい、いや、もう最初からそのつもりだったんだけど。あの人はどうしたら成仏してくれるんだろう。あー、終わったチャプター。見送ってる。でも何だろう、大城さんもなんか悲しいね。救われねえな。
せめてなんか成仏してほしいな。はい、というわけで、うわもう1時間以上撮ってるこのチャプター長かったな。多分何個かに分けると思いますけども、はい、というわけでセレフテ次回へ続きます。お疲れ様でした。